マクロトゥマイクロ、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 マクロトゥマイクロ。こんにちは、マクロトゥマイクロのお時間です。この番組は日々の暮らしの中で起き起こる問いや思いなど、さまざまな話題をテーマにマクロの視点とミクロの視点を行き来しながら語り合う番組です。ビッグファミリーファームの一ノ瀬彩子こと陽地です。大阪中津で染め物や本作りをしている高こと富田高文です。静岡県の浜松で絵を描いたりガーデニングをしている若菜です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も前回に引き続き、もうちょっと本の話をしたいねということで、今回も本にまつわるというか、本の話をしていきたいと思うんですけど、なんかね、そう言われると、あの本も紹介したいみたいな感じで、急に本棚検索が始まり、それぞれに。ちょっと、5分ぐらい休憩して本棚探してこようかみたいな、でも、すごい楽しい時間でございました。で、まあ、今回はね、どんな本を読んでるかとか、これまで読んできた本をなんか話して いこうかなと思うんですけど、私実はあんまり本を読まなかったんですよなんか本読んでそうとか言われるんですけど、だけど、まあ、以前富田氏からももっと本読んだ方がいいよって怒られるぐらい。怒ったっけ本当に怒ってない？図星だと言われた方はすげえ覚えてんだよ、そういうの。それでなぜ読めないかというと、読み始めるとすぐ眠くなってたんだよね。まあ、読んだ本もあるにはあるんだけど、その、なんで読めないのか、その、なんで眠くなっちゃうのかが、そう、ずっとコンプレックスで本をあんまり読んでなかったんだけど、最近ね、なんか周りに本読む人がいっぱいいるのと、ポッドキャストを聞き始めてからかな、なんかポッドキャストやってる人ってみんなすごい読書家の人が多くて、あ、その本読んでみたいなって思って読んでみると、なんか眠くならないとか、眠くなった先に集中ゾーンが来るっていうのが自分で分かってなんかそのコツってあるんだなって。それとやっぱり本って走ったりとかと一緒で、本を読む筋力っていうかね、あるよねっていうのが最近大人になって分かって、そうか、そこまで行き着いてなかったんだ私っていう反省のもと、最近はね、いろん試行錯誤で本を読む時間を作るようにしてるんですけど、みんなね、どうやってその本の筋力を鍛えてるのか知りたいなんだけど。なるほどね。面白い。でも筋力はね、あると思う。なんか、やっぱ目もさ、慣れてないとさ、まあね、パソコンとかやっちゃってると多分すごく疲れてるのもあるし、文字も別に全然、なんか、多いみたいな、自分的に拒否反応が起こる文字数と、なんかこれだと読みやすいっていう、多分デザイン上のものとかがあるから、なんかまずこの辺から始めようみたいなのはあったりもしたり、あと私、幼稚はこの前畑のさ、休憩時間に読むって言ってて、私もそれちょっと真似しようかなと思うんだけど、私基本的にお風呂の中で読みます。だから自分で買った本じゃないと読めないよね、しわくちゃになっちゃうからね。だから友達からは本をあんま借りないようにしていて、本当に気に入ったやつとか、まあでも全然濡れないようには読めるようになるんだけど、それがなんか読書タイムにしてるんだけど、こうも暑くなってくるとさ、
長風呂ができなくなる、うん、シーズンが、ね、配信浴すればいいんだけどね。なんかでもそれよりプラス読みたいなと思ったからちょっと畑やってみます。畑時間の、うんうん、畑もさ、はい、なんか泥だらけの手をまあ一応洗うんだけど、うん、割と本が汚れるからそうだよね、外持ってくもんね、しか読めなくて、うんうんうん、家に帰ったら図書館で借りた本を読み、畑ではあの自分で買った本を、しかもなんか3冊ぐらい持っていくの、うん、自分次第で、なんか集中する日がそれぞれ違うのね。今日だったらこれの方が読むみたいな感じで、3冊ぐらい並行読みっていうのかな、その感じでやってる。タカさんは結構本読んでるイメージあるけど、いつ読んでんの？いつ？ね、電車乗るんで。ああ、そうか、いいね。電車の中と、うん、風呂。あ、風呂ね。夜の風呂だね。夜の風呂。夜か。は、長いね。もう、なんか風呂がある家に住んでるときは、風呂で読んでたたね、昔から。へ、うんうん、上手だよ、その、風呂に蓋を一部だけ。うん、やるやるやる。その上に露がつくからタオルを一枚敷いて、やるやる、その上に本を置くんだけど、お手拭き用のタオルも置いとくっていう。それ大事。そうなの。で、自分が出る前に本を外に出さないとふやけるとか、そういうのは。わかる。なるほど。あ、ちょっと一時的に本を置いとく用のタオルみたいな感じ。そうそう。それはすごい大事。で、それはこまめに変える。なるほど。いけないように。へえ、あとずっと長いしてたら結構発汗してくるから、手も汗かくから、それで多分服用のタオルが多分いる気がする。超いるよ、なんかあるんだから。いるよね、確かに。デフォルト濡れるんだから、顔拭きたく、顔を汗拭いたくなったりするじゃん。そうしよう、私も1個しか持ってってなくて。2個ね、最低2個です。何言ってるんですか。いや、そうなんだ、へえ、さすがです。はい、でも30年ぐらいやってると6回ぐらいは落としたことがありますね、風呂の中に。落としたのが何回かあるのと、落とすんだけどね、その後ね。あとは手から落ちたのに水面につく前に拾うみたいな、すごいだから一人で興奮してるみたいな。これ落としたのはやばかったけど、取ったのすげえくねみたいな時もあるし、ピッと入る時もありますね。なるほど。でもやめないですね。へー。あとは寝る前だね。寝る前に、照明の絵本係がエリな場合は、横でずっとミュージックマガジンとか小説とかを読んだりしてるかな。なるほど。寝落ちできそうな物語系だね。だから漫画か音楽雑誌か、音楽系の一般書か小説を読んだまま寝るから、たまに潰してたりするけどね、朝起きたら。でも夢に出てきそうでいいね。まあ基本そんぐらい。あとは書きながら読むっていう、なんていうの、もう本を書いてるから、読むっていうことが書くことの一環になって、ガッと1時間一つの本を読み、1時間で速読したりとかで、専門書とかレポート集とか学術論文集とか、グレッドとかをバーッと読んだり、なんかこう抜けて頭に入ってなかったところをがっちり読んだりとかはしてるよね。あと辞書を引くし、辞書も読むって感じで読んでるから、一つの単語を漢字辞典と漢和辞典と広辞苑で引いて、その上で味噌文化史にどう書いてあるかを読んでから書くとかしてるから、意外と書いてる時間って言ってる中の半分は読んでるかもね。なんか司馬遼太郎とかもすっごい、あの小説書くときに下調べで本を読むらしくて、坂の上の雲を書くときは、日露戦争系の本を神保町に軽トラで乗り付けて、全部かっさらって買っていったみたいな伝説があるらしくて。
その後誰だったかな、誰か小説家が、あのその日露戦争あたりの本を探しに行っても一冊もなかったみたいな。へ、すごいよね、うん、やっぱりそういう時図書室はありがたいよ。図書室、図書館、本屋で、本屋の、本屋を図書室としてたまに使っちゃうからね。あの、すごい高いさ、うん、地頭っていう名前の、あの、白川静香さんって人が書いた、漢字、うん、一文字についての超ディープな説明の本。ないよ。コンプリート版が。でも、持つならコンプリート版がいいのよ。うん、だから、それだけは、もう、あの、立ち読み。川辺くんっていう友達とパッと行って暗記してパッて帰ってくるみたいな。暗記必要な部分はね、うん、足りない知識をパッと補って帰ってくるみたいなのはするね、うん、なんだろう。だからやっぱり大きな呼吸だと思うの。そのブログを書くとかさ、みんな発信をする、書くことが増えて、うん、それによって読むっていうスペースができたりしてる人もいると思うし、もともと読むのが好きな人もいるし、いろいろだと思うけど、やっぱ明らかにこう何か一つのことを書くっていうのは、何か一つについて猛烈に掘るみたいな、猛烈にそこにつながるみたいなとこはなんかある気がしてて、人によるけど、人によると思うけどね、うん、だから知りたいことがあれば本を書けっていう言葉がこれは大好きなんだけどさ、うんうんうん、今も花屋通信で庭っていうのをテーマにしたことで、めちゃくちゃ庭について考えて、本屋行ってもなんか庭絡みのところに行って手に取ってしまったり、うん、うん、ね、なんか読む引力にもなるなっていうのはすごい、うんうん、思うね。あの5月に、まあ、この収録時点ではやったばっかりなんだけど、カムアッカさんとね、つながる命の芸術祭っていうのを国際生物多様性の日にやるって決めてから、私もなんかその生物多様性やるから、その日にやるからには自分の言葉でなんか語りたいみたいなのかなって、そう、生物多様性に関する本を図書室で図書館でね借りてきたりとか、うん、なんかそうだね、そこに何かに向けて自分の知識を肥やしておく。それは全部吐き出すわけじゃないんだけど、なんかそこをテーマ決めて本を読むとかも面白いよね。うん、あとハマりの良さっていうかさ、このなんていうの、今言ってるのは辞書みたいなものもあるけど、うん、一般書みたいな本もあるし、ブックレットみたいな薄さのもあるし、文庫本とかもあるじゃん。うん。うん、だからなんか物語を読みたい、物語から入りたいっていう人はそういうテイストのものがいいだろうし、うんうん、しっかりなんかこう作能的にサイエンスに学びたいって人もいればそういうタイプの本もいいだろうしっていう、うん、だからそれは文字の多さとかデザインとかも含めて、うんうん、なんか本が苦手っていうとこで終わっちゃって言ってる話を聞くともったいないなとか思うのは、うん、なんかいろんなタイプの本があるから、出会い方でそこから入っていくとだんだんコツとか筋力の話になってくるゾーンがある、うんうん、だそこにこうそういう文化みたいなね、なんか本が普通に生活の中でメディアとして人と人をつないでる感じにはなんかまだまだなる気がするよね、うん、ネット社会だけど、うん、本当になんか今ね、結構本屋さんの大型とかしか結構残ってないところも多いけどさ、やっぱりすごく個人商店で頑張ってるところとかはさ、うん、いろいろ、まあさね、前回の話によるとさ、あのタカさんがさ本の読む印鑑してるって、棚作ったり、あのカテゴリー分類を考えたりするって言ってたけど、なんかそうやってめっちゃいい感じに分類してる本屋さんとかがあると、なんかすごい自分の興味がある棚とかに出会うとすごいワクワクする、まあ、人によってはさ、食べることが大好きだったらさ、それこそレシピだったりとか食にまつわる本だったりとか、
なんか私だったら結構物語とかエッセイとかがすごい好きだから、そういう本が並んでるとか、なんかそうやってこう分けられてる、ただ新刊で平積みじゃない、うん、しかもなんか1冊か2冊しか、多分1冊しかそこは在庫置いてないのかな。だからなんかすごくこうカラフルなんだよね。10冊まとめてボーンじゃなくて、うんうんうん、あ、なんかこの1個の出会いなんだみたいなのがすごく嬉しくて、うんうん、でなんかこのネットからあなたの好きなのおすすめこれじゃないですかって言われるんじゃなくて、自分から出会いに行くっていうのがすごく、私は最近静岡にすごい好きな本屋さんがあるんだけど、なんか行くのがすごい楽しみになっている、うん、こういうなんか出会いもいいなって、いいよね、うん、本屋さんがね、田舎だから大きい本屋さん、大きくもないけど、まあチェーン店っていうかね、うん、そういう本屋さんしかなくて、うん、私は割とネットで買うことが多いんだけど、うんうん、私のなんか本との出会い方は結構最近はポッドキャストとか勉強会とかそんな感じだな。ポッドキャストでなんか話して聞いた本いっぱい、なんか読みたいものリストがどんどん溜まって、うん、こう一生かけて読めるのかなぐらい、なんかリストアップだけは、うん、でもそういう行ってフラッと行って出会える 本屋さんあったらいいよね。うん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 、そうね。なんかレコード屋に近い僕の中では感覚があってさ、うんうん、やっぱり同じレコード屋さんでもやっぱ呼吸してるから、仕入れて、はけて、仕入れて、売れてみたいなさ、うん、いつ行っても違うのよね。季節を感じるとか、時代を感じるとか、うん、あと、神様カードじゃないけど、あ、うん、これ、こんなレコード、存在してたのすら20年忘れてたけど、これめちゃくちゃ好きとかさ、ああ今俺これに出会うタイミングだったんだじゃないけどさ、あ、運命感じるみたいな、うん、あと、あ、俺今意外とジャズいろいろ探しに来たけど全然気持ち入んなくて、どっちかっていうとアンビエント静かなやつ聞きたいんだみたいな、自分に気づく、自分のチェックインになったりとか、だからメディアってやっぱ映し出す、映し鏡になるとこがあるからさ、うんうん、なんかそういうセレクターがいるセレクトショップっていう意味では、なんか小さなレコード屋さんとか小さな本屋とか、うん、でそれがラジオと連動してて、ラジオの DJ がそのレコードのストーリーを話してたりとかするの聞いてると、あ、あのレコードがこれかみたいになるから、うんなんか本っていうメディアもあるけど、本っていうメディアと出会わせるメディアとしては、うん、やっぱりそのセレクター的な要素が、うん、なんかラジオとかお店とかショップとかポッドキャストみたいにあると、うん、やっぱ出会いやすいんだろうね、うん、いいよね、そういうツールで。なんか知らんけどここでも話してたとかいうのが、うん、なんかすごい運命に感じたりするよね、うん、今これが来てんのかな私に、うん、なんかすごい読めって言われてるみたいな、うんうん、とせっかくなので、多分きっとさっき本棚をそれぞれに検索してきたと思うので、あ、一冊ずつぜひ今回の本のおすすめを聞いてみようかなみたいな。これ一冊選ぶのすごい難しい。難しい。いいな。何冊か言ったらいいんじゃない。うんうん。若梨はどうですか。うん、あ、私はね、あ、今ここには持ってきてないんだけど、今もっぱら絵本をずっと読んでて、うん、というのもその絵本を作るっていう夢があるから。去年ぐらいから絵本に向き合ってて、うん、2週間に1回その図書館行って、うん、マックス12冊まで借りれるんだけど、12冊もピンときた絵本を借りるっていうのを繰り返してるね、何週間か。そう、うん、面白いなっていうのと、うん、なんか多分今日持ってきたのは、なんか結構
貝野笛さんっていう絵本作家の人がいるんだけど、自然の科学絵本を書いてる雑草っていう絵本を書いたりしてて、その人のエッセイ、小さな生き物たちの不思議な暮らしっていう本なんだけど、これはその絵本作家の方の、なんで植物と出会うとか、彼女の観察眼とか、いろいろこう書いてる物語だったりとか、なんか多分私のパターンとして、これコトイズって高木正勝さんっていう私が大好きな音楽家の人がいるんだけど、彼の多分暮らしのエッセイなんだけど、多分好きなアーティストがいて、とかその作家さんがいて、その人がどういう暮らしをして、どういうなんかこうことを考えてるかっていう背景、その本になる以前のなんか普段だったら編集されちゃうパートにすごく興味があったり、今をときめく牧野さんの暮らしの、これずっと昔に買ってたやつを、今ブームですよね、牧野さんって植物博士の方なんだけど、彼のその昔の資料とかいろいろ書いてある本だったり、そういう多分本になってない裏側の話とか、そのことにすごい多分興味があるんだなって、思いました。ラインナップ見てて自分の本棚で。で、やっぱ読みやすいし、自分にすごく接点を感じるのが、多分私の多分読みやすさ。私が読みやすいとか。牧野さんもそうだったんだ、みたいな。そうそう。そうなの。で、友達がなんか送ってくれたりするとさ、若菜みたいに書いてるよとかさ、結構なんかこういうの好きとか言っとくと、本棚で、なんか結構ね、やっぱ友達とかも私のなんかテイストとか若菜ちゃんが好きだろうっていうのを送ってくれたりするとさ、めっちゃいいです。嬉しいなって思っています。なんか、そういう本が多いなっていうのを今回気づきました。なんか3冊とも面白そうだった。はい。まだいっぱい置いてるけど、まあ、それはまた次回で。タカさんは？僕は、音楽雑誌を必ず読むでしょ？それはミュージックマガジン、エレキング。前のリミックスとか、ロッキンオンとか、かな？あとは、あとね、あれですね、Go Wild っていう本と、人新世の資本っていう、2冊の並行読みが面白くて、社会がのあるべき姿を問うっていう、斉藤光平くんのこの人新世の資本論、マルクスが晩年どういうことを言っていたのかっていう、さっきのコミュニズムとかにつながるんだけど、なんかそこに浸りながら、なんか獣というか、自分っていうものはもともとどういう生き物であったのかっていうのを取り戻していくっていう物語のゴーワイルド。なるほど。なんかね、二つに浸ってたいから、そんなに早く読み終わんなくていいっていうか、ずっと読んでていいので、すごいちょっとずつ読んでます。カップリング、ペアリングもいいね。ペアリングはすごい大事。やっぱりで、トライアングルで、ただ好き、理屈抜きにただお前例から読んでるっていうのが音楽雑誌で、なんか1年前エリによく言われるんだけど、まだ読んでんの、そのミュージックマガジンって3ヶ月前に買ったやつまだ風呂に置いて読んでるみたいな。3ヶ月かかるってこの情報量みたいな。で、弾いてからはって読みたくなったりするしみたいな、ね、CD レコード、あ、読んでるはずなのに、その時そこに目線が行ってなかったみたいな文章とかもあるもんね、もう一回読み返すと。だからそういうなんかワクワクする世界観、自分のワクワクする世界観の栄養になる本をだいたい持ち歩いて、で、音楽の本はとにかく自分がいそうな場所に散りばめて適当に拾って読んで、で、あとは、あれかな、最近の小説も読むかな、短編小説とか読むかな、ティム・オブライエン、本当の戦争の話をしようかな、本当に戦争に行った作家なんだけど、彼の名前とかいろいろ変えてフィクションにしてるけど、もうもろのリアルな
めちゃくちゃ文体もかっこよくて、もうめっちゃ影響を受けてて、うん、まあ、ヘミングウェイの一番若い時に出した短編集とか、を読んだり、ジャズカントリーっていう、その、白人の高校生が黒人のミュージシャンたちから、まあすごい舐められたりとかもしながら、人種差別とに気づきながらジャズの世界に入っていくっていう小説とか、うんうんうん、まあ、そういう、なんか結構、最近はコロナ禍に入ってからかな、なんか物語の力に出会い直して、うん、雨になる本とかだけじゃなく、うん、ミュージックマガジンと小説がすごい増えてますね。なるほど。うん、そうか。ゆうちは？私私、さ、あの、前回ちょっとだけ話した、あの、幅吉孝さんの、うん、差し出し方の教室っていう本があって、で、なんかやっぱり幅さんが本をどういうふうに差し出すと読んでもらえるかっていう、まあずっと葛藤を悩みに悩み抜いて試行錯誤を繰り返してるわけだけど、いろんなことの差し出し方のプロがいるわけですよ。例えば、あの、博物館、国立博物館で、その見せ方をいろいろと、うん、光のライティングの仕事をしている人だとか、うん、そういういろんな人の差し出し方の試行錯誤を対談形式でやってるやつかな。まだちょっと大事に読みたいなと思って、うん、少ししか読んでないんですけど、うん、私もあの時々ちょろっと話すけど、お金の仕組みをずっと、コロナ禍2020年から勉強し始めて、それを、うん、誰かに伝える、伝え方がまだうまくできなくて、まだね、若菜さんにもタカにもうまく話せてないんだけど、そう、どうやったらうまく話せるかな、みたいなことを試行錯誤しているので、いろんな本を読んで、考えたいなと思って。そういう本を読んだりとか、あと、高校生の娘と、私も小説ってあんまり高校生以来読んでなくて、でも小説も、うん、坂田さんの古本市の時の話聞いたりして、いくつか読んでみると、やっぱ面白いなと思って、なんか発見というか、こう自分と重ね合わせていろんなことを思ったりっていうのが面白くて、それで娘といろいろおすすめの小説を話したりして、娘から紹介された蜜蜂と来訪っていうちょっと分厚い小説をね、最近読んで、いろんなクラシック音楽の話が出てきて、それもね、ものすごい文字量で、もうこんなの読めるのかなって昔だったら絶対読まなかったような分厚い本なんですけど、読み出すとすごい面白いって読んでいる本でした。いやー、本の話本当はもっとやりたいんですけど、今日もお時間来てしまいましたので、またね、次回か次の回か分かりませんが、話したいと思います、はい。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組への感想、質問、こんなテーマで話してほしいなど、info@3rings.shop へ、皆さんからのお便りもお待ちしています。では、また次回、新月にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。